はい、どうも、カッペン長です。じゃあ最後はね、ディガーニュースといえばそうなのかな。出だしはね、なんかね、愛子さまを、なんか、引き合いに出してというか、スタートはなんか愛子さまに対して、この間もなんかこの皇宮警察大失態みたいなニュースあったじゃないですか。なんかこの中国人がね、この皇居に不法侵入して、うろうろして、ね、この取り締まらずにね、なんか逃げられたみたいな。ね、なんかそんな話あったじゃないですか。で、またなんかこの皇宮警察のけしからん話が始まるんですけども、途中でなんかこのね、実はね、愛子様だけじゃなくてね、秋篠宮家のこの眞子様もみたいなね、秋篠宮家のこの被害者面の話にスライドし、で最終的にはね、その皇宮警察をね、一般人になられた小室眞子さんにね、この訴えさ、なんかこの侮辱罪、名誉毀損侮辱罪で、ね、不敬罪、皇族じゃないから、だから一般人、だから名誉毀損侮辱罪、ね、これでこう、なんか慰謝料請求、ね、訴えるみたいな、なんかそんな話、になるんですけども。まあいいや、とりあえず、だから結局はこれあれかな、秋篠宮発信、宮内庁経由、御用記者使って、マスコミ使っての、秋篠宮家被害者面からの擁護記事みたいな、そういう感じなのかな、これね。で、これちょっとボリュームはちょっと無駄にね、膨大にあるんで、はしょりながら見ていくんですけども。まあなんかね、このまず、この嘘が本当かわかりませんが、愛子様に対して、ね、クソガキ呼ばわりしていたね、この皇宮警察官っていう、そんなとんでもないやつがいたらしいんですけど、とりあえず、いそうではありますよね。ね、だってそもそもがね、もう、昔と違って、このね、宮内庁もそうだし、だから皇宮警察もそうなんじゃないの、わかんないです。ね、本当のところはわかんないですけども。でも、とりあえず、ね、この宮内庁がもう昔で言うこの宮内庁としての機能は果たしてないじゃないですか。ね、この天皇陛下や皇族の方々をね、お守りする仕事をする組織じゃないですもんね。当然、皇宮警察もそうなってるんじゃないの、今は。って思いますけども。で、そう考えたら、そりゃそういう舐めた口聞くやつもいるだろうな、ぐらいにしか思わないですよね。で、何があったかっていうと、この天皇皇后両陛下や皇族たちのこの護衛、皇居警備などを任務とする、皇宮警察の中で、皇室に対する、ね、この罵詈雑言、悪口とかが、飛び交ってると。なんかこのマスコミにすっぱ抜かれたらしいんですけども、で、その皇宮警察の一体ね、どこの誰がそんなね、舐めた口聞いてたのかっていうと、皇宮警察本部長や副本部長などは警察庁キャリア組のポストで、高卒大卒で航空警察に入ったプロパーの職員が上り詰められる最高のポストは護衛部長っていうことらしいんですけども、これはあれか、皇宮警察内部の話かな。で、今この叩き上げトップであるその地位には、山口護衛本部長って方がついていると。で、この山口さんっていう人が、愛子内親王殿下のことをね、クソガキオーバーでしてることは、皇宮警察内部では有名な話だと。何それ。で、この山口部長とやらがね、愛子様が学習院初等科に通っていた頃のことで、なんか遅刻をしたことがあったと。時間にアバウトなところがあって、遅刻をよくしていたと。で、その時になんか悪態ついていたっていう、なんかそういう話なのかな。で、なんていうのかな、この罵詈雑言のね、この、相手、別にこの愛子様だけじゃなくてね、秋篠宮家だったり他の宮家の皇族の方々に対しても変わらないと、そういう態度だと。で、この好き嫌いで、要はこの例えばこの本部長のこの山口さんとか、あと人事がなんか池田さんっていう人、その人事権持ってる人間が適当な人事ね、都合のいい人間、なんか好き嫌いで選んでいるから、
もう皇宮警察、現場のね、上の方、トップの方じゃなくて、現場の方がもうむちゃくちゃになってるみたいな。本当かね。で、まあなんか、まあだからって民間に委託するわけにもいかないと。まあそらそうだろうね。うん、で、ここで突然出てくるのが、なんかこの眞子さんに、この被害に、被害のこの糾弾、要はこの訴訟、訴えに、ね、出てもらったらいいんじゃないかみたいな。いや、この皇族の、なんか天皇皇后両陛下とか、ね、この皇族の方が、なんか、ね、この訴訟、はちょっと考えられないと。やれないから、できないから、代わりに、民間人になった眞子さんに、っていうのはどうかみたいなことを言われてるんですよね。で、まあ、この侮辱罪のこの改正刑法ですよね。6月13日、7月施行でしたっけ。まあ、この暴言吐いた幹部たちに適用すべしみたいなことを言ってるんですよね。まあ、この、なんていうのかな。まあ、相手の社会的評価、名誉毀損。まあ、著しく毀損したことは間違いないから、まあ、皇族の方が直接、ね、訴えを起こすっていうのができない。だから、まあ、民間人になった、まあ、小室眞子さんが訴えればいいじゃないか、みたいなことを言ってるんですよね。で、眞子さんは眞子さんで、なんか、この、なんだっけ、山口本部長だか、池田なんとかさんみたいなに、皇宮警察のね、末端のなんか、一応このね、マスコミの記事では、とんでもない奴ら、みたいな、風に書かれてますけど、まあ、それが本当だとして、で、その、なんか、不良皇宮警察官たちに、眞子さんもなんか暴言吐かれてると。なんだっけ、男一人、要はこのディガーさんしか知らねえから、ね、こういうことになっちゃうんだよって。それは、あながち間違いでもないのか。まあ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 、でも。ね、僕みたいなこの一般素人、その辺どこにでもいる素人がっていうのと、まあ、この立場が違うわけですからね、一応ね。だってほら、一応建前としてはこの皇宮警察ですから、皇室、皇族の方々をね、守るべき立場の人がね、裏でこんなこと言ってたら、それはとんでもない話ですからね。まあなんかね、職務怠慢もありの、ね、皇室、皇族の方々への、まあ不敬、まあ暴言、まあ、名誉毀損、まあ、侮辱罪とかか、まあ、もろもろ、ね、訴えると、ね、慰謝料、ね、うん、億円、請求みたいな、っていうことが一応書かれてるんですけどもね、で、まあ、一応記事としては、初の侮辱罪が皇族を守るはずの皇宮警察官に課せられるとしたら、日本中の耳目を集めることのに同時にこの法律の真の危険性を国民が知る機会になるのではないか。要は、ここか。そっちがメインなのか。まあなんかこの衆院公務委員会で、閣僚を侮辱した人間が逮捕される可能性はあるのかという質問に、国家公務委員長が可能性は残っていると答弁していると。まあ新聞テレビは腰抜けばかりだから権力者を侮辱する表現などするはずがないが、そうだっけ週刊誌を含めた雑誌やネットメディアにとっては言論の自由を圧迫する悪法になる可能性が極めて大きい法律だ。で、まあ、これを書いた人はそう捉えてるらしいんですけども。で、まあ、なんだろうな。だから、最後、なんかこの小室眞子さん、訴えてみませんかみたいなこと言ってるんですけどもね。なるほど。じゃあ、我々もね、別に侮辱罪、ね、まあ別に侮辱されたわけじゃないですけども。ね、なんだろうな、この納税者の権利としてね、やっぱりこのお金の流れ、それ税金じゃないんじゃないですかって、あ、税金じゃない、なんだ、税金なんじゃないですかですよね、ね、ちょっと不透明なお金の流れをこう明らかにしていただきたいんですけどっていう、訴えを起こしてもいいわけですかね、これ。まあ、そうはならないのか。ということで、なんか、アクロバティック、秋篠宮用語記事の類なのかな。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。とりあえずね、ご機嫌ようってことで。侮辱罪ね。いや、我々がやってるのは事実の指摘ですからね。事実をもとに、いや、それ違うんじゃないんですかっていう話ですから。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ご機嫌よう。